待たせいたしました。そうですね、小畑選手の登場、この人はまだ中学生ですね。中学3年生ですね、はい、非常に若い選手ですね、この選手の平均台というのは確か平均台優勝してますよね。そうなんですね、全日本の種目別選手権わずかも1週間前の出来事だったんですけれども、はい、菅原理沙選手と同点で抱き合いましたね、はい、そうでしたね。相当自信をつけての演技ではないかと思います。やっぱりこの選手は平均台ゆかというところしますので、なるほど、そのバランスの良さをちょっとご覧いただきたいですね。はい、埼玉三沢中学の3年生、なるほど、これも片手です、はい、片手のロンダートからの後転飛び上がりです。はい、1メートル40センチ小柄な体であります。ほら素晴らしい、おっとちょっとぐらつきました、はい、でもよく挑戦しましたね、はい、後方伸身宙返り2回連続です。はい、今回は瀬尾選手が棄権ということで、はい、急遽出場決まったんでちょっと不安のようだったんですけれども、はい、まあ、この一つ前の段違い平行棒では惜しくも落下をしてしまいましたけれども、あ、そうでしたね、かなり積極的に頑張って検討していると思いますね、はい、さあここからなんですね、片手、あ、これも片手、すごい、そうです、すごいですね、はい、さあここからがまた彼女の見せ場なんですね、はい、倒立で2回、細い10センチの幅の間で、本当ですね、そしてまたここから片手で、あ、これは見事ですね、はい、こういう見せ方はやはり他の日本の女子のジュニア選手も見習ってほしいですね。なるほど、やはり、あ、あ、これも決まりました、ま、最後にも後方伸身の宙返りを入れてます。あ、そうですか、こうなるとフィニッシュを決めてほしいですね。そうですね、抱え込みの2回宙返りです。まだ中学生です。1メートル40センチの小畑さつき選手であります。終わって。